スターチャンネル解説の木村奈穂子です。これからご覧いただきますのはソー42007年のアメリカ映画、残虐ホラーの移植作です。すでにソーシリーズも5作目まで作られているんですが、そもそもオーストラリアの新鋭コンビが2004年の三男性画祭で低予算ながらアイデアあふれるサスペンススリラーとして大きな話題を集めたんですね。被害者が突然不自由な状況に置かれて、そこに殺人者ジグソーという男からメッセージが送り込まれてくるんです。その残酷な要求に次々と応えていかなければ命はないという究極の選択に迫られる死のゲーム。さあ、4作目は殺人者ジグソーの死体が司法解剖されるというシーンから始まります。なんと胃の中から発見された録音テープから再びジグソーの声が。今回も様々な拷問のシチュエーションが用意されておりまして、その恐怖に巻き込まれるターゲットは刑事たちです。ソーはシリーズを通して R15 指定なんですが、この4作目の残酷シーンはこれまで以上のパワーです。モンスター映画と違ってサディスティックな思考が強いために、シリーズを通してカルトなホラーファン限定の作品として私はご案内したいですね。ソー4、あなたのハートには何が残るでしょうか。エンディングクレジットの後にまたお話ししましょう。